こんばんは、おみやです。今日はですね、宇都宮市にあります綿工場さん、こちらに行ってまいりました。場所なんですけれども、宇都宮市岡本夏穂通り沿いにあります。お店の目の前に広々とした駐車場があり、お手頃な値段でボリューム満点の料理が食べられるお店です。店内に入ると、まずはデカ盛り唐揚げ丼と書かれたボードが置いてありました。店内はカウンター席、テーブル席、小上がり席があります。お店の方が気を使ってくださり、個室席へ案内してくれました。メニューなんですけれども、ラーメンや麻婆麺、唐揚げラーメンやカツラーメン、味噌、塩、豚骨、カレー、キムチラーメンなどがあり、焼きうどんや焼きそば、冷やし中華やつけ麺などの麺類、カレーや唐揚げなどのセットメニューもあります。ご飯物は餃子やカキフライ、レバニラ炒めなどの定食類、唐揚げ丼やカレーライス、チキンカツカレーなどの丼物。ご飯や麺はプラス100円で大盛りにすることができます。逆に50円引きで半分にすることもできます。もつ煮や揚げ餃子などの一品料理、その他にアイスクリームやアルコール類、ソフトドリンク類があります。私はレバニラ定食880円にご飯大盛りプラス100円、なりぱんくんはチキンカツカレー850円にご飯大盛り100円を注文しました。壁を眺めていたら超限定品の1日2名様分2日前までの予約の焼きたてチャーシューが貼ってありました。とても気になりますね。久しぶりの登場のなりぱんくん、大好きなピッチャーを見て興奮していますね。懐かしい形ですね、こうピッチャー。ピッチャー先輩、キャッチャーじゃないピッチャーです。なりぱんくんが興奮していると早速やってまいりました。カツカレーの方にスタジオからお願いしますね。はい、すいません。マジか、カレーは分かるんですけど。さあやってまいりました。チキンカツカレーはチキンカツがご飯を覆い尽くしていますね。ラーメンスープとキャベツサラダがついてきます。私のレバニラ炒め定食ですけれども、様子がおかしいですね。いただきます。いただきます。とりあえずカツがでけえ。でかいですね。なんかもうご飯全体を覆ってる感じに見えますね。ここの時点でカツなんですね。もういっぱいご飯、いっぱいいっぱい、もうご飯以上に多分カツが覆ってる感じ。ご飯救出して、救出します。じゃあレスキュー。この中西学のアルゼンチンバックブリーカーのようなビジュアル、上からドーンとチキンカツが乗っかっています。いただきます。美味しい、美味しいです。とてもカレー自体にコクがあって、あ、ちょっと辛いですね。ピリッとちょっとした辛さがあって美味しいです。カツすごでかでかいですね。でかいよなりパン。まさかまさかの、はい、ひょっこりパン。まあこれもサクサクですね。全然揚げたてなんですごくサクサクで、チキンカツカレーなんですけど柔らかくて美味しいです。カレーとマッチして美味しいですね。私のレバニラ炒めなんですけれども、ライスとレバニラの様子がおかしいですね。アンドレザ・ジャイアントのように人間山脈ならぬレバニラ炒め定食山脈といったところでしょうか。あっさりしたもやしとニラにしっかりと味付けされたレバー、レバーは揚げられており、ひと手間加えられています。サクサクのレバカツに、このね、もやしとニラのいいアクセント。ニラのパンチが効いてるね。味付けもね、程よくあっさりした感じで。ご飯進むね。レバーは変な臭みがなくて、揚げることによって、じゅわっとね、旨味も染み込んで。これはいいね。あっさりしながらも、ほのかにニンニクの風味がするところもいいですね。そしてラーメンスープなんですけれども、魚介系のあっさりスープで、レバニラやカツカレーの間に挟むとさっぱりさせてくれます。全体的に味が辛くて結構俺好みです。なりぱんくん、私の熱々のレバニラ炒めが気になるようで一口いただきました。熱いでしょ。野菜本来の味が結構しっかりしてて、野菜の食感を楽しめて美味しいですね。それにしても全然減らない。だけどあっさりしてるからツンってこないから、これぐらい量あってもいけちゃいそうです。
このご飯の量すごいですね。なりぱんくんのご飯の量もチキンカツに隠れていながらもこれだけの量が入っています。ちょんまげみたいですね。まさにちょんまげマーチ状態です。なりぱんくんの感覚的には 1.5 キロ前後あったそうです。さあ、私はご飯を完食しましたが、レバニラがまだまだ残っていますと言っている間に、なりぱんくん完食です。私もあと少しです。いやー、もう気合が見てみたい。まさにアンドレザジャイアントのジャイアントプレスのような破壊力でした。スープが残ったスープは結構俺癒し枠にしたけどね、うん、さっぱりしてね。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、と言ってたわけで、麺工場さん大変リーズナブルな値段で、あのボリュームと味大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。